はい、どうもアキペンのアキラです。こちらのチャンネルではときめく文房具やときめくクリエイティビティについてストリートアート好きの私アキラ目線で紹介しております。今回もグラフィティの書き方の、漢字編をやっていきます。表題の通り漢字編と、今もうこんな漢字の書き方で幸先悪いと思う方も多いと思うんですけども、今日は漢字のとグラフィティの書き方というよりはアレンジのパターン、僕が漢字をどうアレンジしてるかっていうことについてちょっと紹介ですね、書き方というよりどっちかって言ったら紹介をしたいかも、なので参考になったらいいかなと思います。今回は考え方概念の話になるので画面収録でお送りしております。じゃあまず参考にする漢字を、この漢字を使ってアレンジを紹介していきたいと思います。例えば、どうやって今までやってきたのは、例えばこういうアルファベットの A だったので、こういう考え方とかこういう字のアレンジをした上で太字にしてあげて、それを立体感を出すっていうやり方を今までは取っていましたね。なんですけど、こういう単純な字じゃなくて漢字ってなかなか複雑ですよね。だからこの漢字、例えばこの剣っていう字で言うと、これを同じ、これと同じやり方でいくと、シンプルに最初はちょっとあえて無骨に行きますけど、こう来てこう来て横線が2つで、今度右側のパートをこういう感じですよね。で、そこに色を塗ってあげて、あげたものに対して、今回は擬似的になのでそんなにしっかり書き込みはしませんけど、こういう感じで立体感を出しました。はい、これがパターン1。よくあるっていうか、多分慣れてない方だとこれが限界だと思うんですよね。なのでここまではちょっと頑張ればできるっていう感じ。練習あるのみなんですけど。はい、これでもなかなかグラフィティっぽくはなるんですけど、これだけではね、まだ多分字が汚いっていう印象になってると思うので、今度はパターン2でいきますよ。今はこういう部分、間が空いて、なかなかその線を線としてちゃんとね認識できるようにしたんですけど、今度は別に線っていうのは重なっていてもいいっていうか、その可読性があればいいので、こうねバランス重視でいきます。この剣の左の馬の部分がこうくるので、ここ4つ入れたいんだけど、この4つまとめたのを四角にしちゃいます。1、2、3って入れればこれ4つ点になりますよね。でこの部分の後ろに隠れてるような感じにしました。でそれと同じ発想でこう、はい、こういう感じで下書きを書いて、この中にさっきはこうやって書こうとしてたと思うんだけど、こういう感じでね、じゃなくてもう重ねていいです、かぶさるような感じで、でここもかぶさるぐらいダイナミックに、でバランス重視でいきました。でこの書いたもの、下書きの線をなぞっていく感じで、下書きをなくすと、こういう感じになります。ちょっと色塗りますかね、同じように。はい、これでエッジをなくすと、こうやって何の字かわかんないですけど、エッジがあることによって、こう剣っていう字が認識できますよね。なので最初はちょっと難しいかもしれないんですけど、バランス重視でその形を取っていくっていう手法になります。影のドロップシャドウの付け方に慣れてる人はこう重ねてあげたりすることで立体感を出すことができますと。パターン2の別のやり方なんですけど、これはドンキの店員がやるやつですね。例えばかなり太いので隙間を開けられないんですけど、もうこうやって書いちゃいます。はい、そしたらこうやって書いた下地、これ一応全然可読性はないんですけど、こういう下地があれば書けるんですよね。周りを縁取ってあげて、これ初めは難しいですが、落ち着いてね考えればできます。絶対にバランスは取れているはずなので、こんな感じで。パターン3に来るのが、先に下地を描いちゃうっていうやり方ね。グラフィティの形を
なんかこういうバランスで描きたいってなったら、そこに対して描くっていう手法。こんな感じですね。余った部分をアレンジにつなげたりとかできますと。でパターン4からちょっと特殊になってくるので一旦消しますけど、例えばこのね、剣っていう字はこんな感じですよね。でこれ見てほしいんですけど、結構この部分ってこういう部分、これ何かに似てませんか？あの勘のいい方はもう分かると思うんですけど、これアルファベットの S にすごく似てるんですよね。なのでこれを S として認識します。で今度この部分っていうのは、これはなかなか似てる文字っていうのはあまりないんですけど、こういう感じになりますよね。ただこういう字にしたらちょっと T っぽいとか、なんか本当自分の考え方で言うんです。なんか似てるアルファベットを探してきてやるっていう手法ですね。で例えばこの部分っていうのは丸にこうでしょ、ちょっと斜めにしてあげるとこうなって、ちょっと Q っぽいなって僕は思いました。なんで Q の突っ込んだ版とここから出てる版っていうのと、この T が合わさって S になって T になって O になって、突っ込んだ線があって Q になって、このちょん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 の部分っていうのは楷書体で書くとこういう感じからこういう感じでも済ませてやって、でこれちょっと N の逆っぽいなとか、 W でもいいんじゃねえかなとか、点点点が持ってる印象っていうのを当てはめるんです。なので W だとして、で今度 S の中にこれがありますよね。この今は切って書いたけど、こう漢字をタギングのように解釈して、そのタギングを整頓した形で、それをタギングを一回作って、そのタギングをグラフィティに変換するアルファベットでやってたようなプロセスで漢字にすると。で本来だと例えばこれ今出てきてるのは W でしょ、 S でしょ、 T があって O があって、まあ Q と Q じゃないけどね、これなんか Q だったとしてすさまじいアレンジだけどね、こう来るみたいな。これがめちゃめちゃ崩したこれなんですよ。まあ今この検定字でやってるけど、基本的には何でもどんなアルファベットにも似てるアルファベットがあるので、それを探すところがポイントですね。例えば小里編とかさ、これめっちゃ B とかさ、これとかちょっと R とか似てる感じがしませんか？とかそういう方法があるので、これをまあ一旦整頓してあげて、これを書いていきます。僕流のやり方でいっちゃいますけど、こう来て O なので、そこに Q が来ると。パターン4、補足するとパターン4の中でも、これかなりアルファベット化をベースにして進めたけど、その漢字っぽさを残すっていうところもポイントかもしれないですね。でパターン5として、丸でいきましょう。この部分っていうのを最初に書いてしまって、こういう感じで丸っぽく書くっていうのも手法ですね。まあこいつもパターン5としておきましょうか。パターン6どんな感じでいこうかな。パターン6はこれはマジで人によって趣味が分かれると思うんだけど、例えばこのタイポグラフィーのジャンルになるけど、例えばこういう字をこういうやり方にしたらまた変わってくるだろうし、さらにこういうのもありだと思うし、あとはこの左側のこの部分が印象で何に見えるかっていうところなんだけど、僕としてはこの部分がこういうものがあって、こういうものがあって、本当にこれが一体何なのかは分かんないんだけど、それっぽい感じになるように文字を広げていくと
よく見ればここにこう入っているわけなんだけど、でこの右側のこれ、僕としてはあまり共感されるかわかんないんだけど、なんかこういう感じのね、人に見えるんだよね。結構実はこれなんていうか忘れちゃったけど、あの何でも人の顔に見えるんですよ。実は人の顔に見える現象っていうのが、なんかそれを、ま、本当に名前忘れちゃった、ごめん。それを生かすんだけど、こんな感じだったらさ、なんかちょっとヒップホップ感ある感じになるじゃない、イエーイみたいな、スプレーカモンみたいな、こいつがこれに見えるんですよ。だからそれを見えたものっていう、その印象をそのまま落とし込むっていう手法があるよね。とこれ仕上がるかな、うまく仕上げられるかわかんないけど、軽く仕上げるか。これは俺最初ヒゲみたいなもんかと思ったけど、ちょっと水っぽいなと思ったので、それにアレンジすることにしました。僕は結構メカ的なものが好きなので、こういう部分がベースになってるので、まあこんなんでいいかな。パターン 6? はい、こんな感じで、もう最後のパターン6なんてだいぶ吹っ飛んでるって思うと思うんですけど、本当に書きたいものを書くっていう落書きの発展系という意味でのグラフィティですので、はい、あのルールに縛られずにどこまで崩せるかっていうところが感じではポイントになるかなと僕は思います。はい、なのでね、あのいろいろ試してみてください。まあ、技術をやり方を教えたというよりは紹介にとどまったとは思うんですけど、まあいろんなやり方があるってことだけね、今回の映像では分かってもらったらいいかなと思います。はい、本当に自由にやるのが面白いところだと思うので、慣れてきた人はいろんなアレンジにチャレンジしてみたらいいんじゃないでしょうか。漢字編はまた改めてやるので、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、リクエストやアドバイスなど常に、インスタグラムや SNS で、はい、受け付けておりますので、好きなだけねコメントなりメッセージなりください。結構返信率は高いです。返しきれてない部分も最近あるんですけど、はい、おかげさまであのチャンネル登録者数も1800人を超えることができましたので、はい、ということで漢字編でした。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をして高評価ボタンも忘れずにお願いします。それでは。